遠回しにディスられる。チコリータが、なんだよ、なんだよ、おい。もしもし、モッティちゃん、あんた大変なんだ。何がなんだか、どう、とにかく大変なんだ。すぐ戻ってくれ。あ、はーい。板電を打つ。あれじゃよ、あれ。謎の草みたいな。とりあえず、さっさと戻る。とりあえず1匹目のポケモンを早く決めたいよな。語彙力のなさ。語彙力がない。有名なの、宇津木は。そんな説があったんですよ。夜ポッポ出てこない。まあ、ポッポ出なくても方法がいる。まず、ハヤトどうするかなんだよ。ハヤトどうするかなんだよ。負ければ家まで行けるやん。いやー、もうポケセン使っちゃったからポケセンなんだよな。石すべて行っちゃう？石すべて行っちゃう？マコティどうもこんばんは。なんか石すべてずるくない？石すべて行っちゃってもいいけど別に、全然。石すべてが弱く行っちゃう？行っちゃうか。石すべて捕まえる？あ。あ。お前さっき研究所でポケモンもらったな。お前みたいな弱いやつにもったいないポケモンだ。なんだよ、何か言われてるのかわからないのか。だったら仕方ない。俺もいいポケモン持ってるんだ。どういうことか教えてやるよ。ジャポニカ学習帳。ジャポニカが違う。きさ、日の嵐だ。日の嵐はやばい。葉っぱカッターの方が入る？体当たりの方が入るよね、多分。おおおおおち、弱いくせにやるじゃねえか。確かに。正しい。あー、すごい。すごい。あら。これ有効急所。これは有効急所だ。圧倒的有効急所。圧倒的だわ。ふん、勝てて嬉しいか。悔しいだろうな、さすがに。初手有効急所はぶち切れていいと思うわ。俺誰か知りたいか？それは、世界で一番強いポケモントレーナーになる男さ。誰だろうな。誰のことなんだろうな。返せ、それは俺の落としたトレーナーカード。ふん、俺の名前を見たのか。え？どういうこと？見たのか？こんなイベントはなかったよね、金銀の時に。誰だろうな。優雅かな。とりあえず戻るか。名前つけてる。名前がある。あ、名前つけるんだよね。つけるんだよね。でも名前見たっていう、そういうあれがあるんだね。へぇ。チコリータ強そうだろ。序盤で負けて家に帰ったんだぜ。宇津木博士大丈夫ですか。なんだね、君は今ポケモン盗難事件の取り調べ中なんだが。捜査の法則その1。犯人は現場に戻る。ということはまさか君が犯人。ギク。やべえ、バレた。ちょっと待って、この人は関係ありません。僕見たんです。真っ赤な髪をしたやつが、ここを覗いているのを。ほう。無能警察。で、君はそんな少年と戦ったというのか。ふむ。ということは犯人はその人物。ところでどんな少年だったか、名前わかるか。それでは、ライバルの名前アンケ、アンケじゃない、アンカー、いきたいと思います。今コメント番号が8100番ぐらいなので、8200番、どうぞ。米番8200番。この優雅弾幕。この優雅弾幕の中に、果たして何が来る？はい、ドン。8200。マスダま、恒例のね。ま、恒例のね。モッティのストーリー実況恒例のね。ライバルマスダね。はい。ま、いつものやつね。ご協力ありがとうございました。犯人はマスダ。はい。赤い髪の人物を追えということですね。マスダの髪も確かにさ、赤い時期あるもんな、たまにな。間違いないよな。よし、モッティ疑いは晴れてよかったな。じゃあ、また後で。はい。モッティのライバルはマスダだから。
モッティちゃん、大変な目にあったよ。そうそう、ポケモン爺さんの大発見って何だった？あ、不思議な卵を渡して、で戻ってくんじゃないのこれ。なんだその卵は。確かにこれは見たことない種類の模様だけども、今時ポケモンの卵で驚くようななんて、ポケモン爺さんも相変わらずだな。でもせっかく卵だし、もしかしたら何か秘密があるかもしれない。よし、しばらく僕の方で預かって調べて、あ、預かるの？お？ポケモン図鑑もらった。それ本当かい？すごいね。なんたって、大木戸博士はトレーナーの才能を見抜く力を持ち主だから。へぇ。ただものじゃないと思ってたけど、これは面白いことになってきたね。君にあげたポケモンもすっかり懐いてるようだし、よし、各地のポケモンジムに挑戦してみるのはどう？そして全て勝ち抜いていけたら、その先に待っているのはポケモンリーグチャンピオンなんてね。チャンピオンを目指すのは簡単ではないけれど、とりあえずここから一番近い企業ジムのジムなら、君のぐらいの力があればなんとかなるんじゃないかな。よし、各地のポケモンジムを辿っていこうというとこですね。お母さんに報告しないと。マジか。なんで8200じゃなくて8307優雅だろうが。いや、まあまあ、増田は高齢だからな。よし、冒険に出るぞ。あ、どうしよう、貯金さ、貯金どうする？貯金どうするこれ。どうする？貯金あった方が面白いけど、あると、辛いよ。貯金。貯金する？した方がいい？した方がいい？する？オッケー、じゃあするわ。するわ。じゃあ行きます。はい。するか。メガネとかもらえる。マジで？そんな？え、ストーリークリアできない？嘘。そんなレベルなの？超ハードモード。お、来た来た。戦うの？送金と。お。あ、いつものか。そう。回復とか買うの困るよね。なんか結構金額なくなるイメージなんですけど。スカーフとかもらえる。でもさ、こだわりスカーフさ、あれじゃない？なんかストーリーで使ったところじゃない？実際。メガネとかはちょっと美味しい気がするけどさ、スカーフとかは微妙じゃない？うん。あ、そう、普通に行けるの？そうなの？ちょ、マリルだよ。マリルだよ。俺じゃねえけど。貯金。なんか、ぬいぐるみとかももらえるの？スカーフスーモだぞ。弱そう。弱そうだし、そのキャンペーンをしたところで、スーモは儲からなさそうだ。メガネは拾える？メガネはね、なんか俺もね、HGSS の RTA の動画見た時に拾ってたような気がする。めっちゃシャドーボール連打してた気がする、ライコーが。まあいいや。あ、終わった。はい、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 はい。よーし、じゃあ行くか。チコリータの名前はスターじゃないの。スーモです。スーモです。はい。スーモ進化させるの？え、スーモ進化させるでしょそれ。そりゃさせるでしょ。なんか、今、歴代の作品だと進化させないでアーダフォーダとかあったけど、いや、そりゃするでしょ。そりゃするでしょ。マゴティ、HGSS やると見て、あー、見に来ました。どうも、こんばんは。そりゃするでしょ。いや、ポッチャマは、ポッチャマだから。ポッチャマだから、させなかったけどさ。だって、スーモだぜ。進化させるでしょ？え、いいの？逆にいいの？俺、あれだぞ。お前らみんなさ、これスーモみんな呼んでるけど、あれだからな。チコリータだからな。モッティがチコリータを見た時にどういう反応するかって考えたら進化させた方がいいんじゃないのか。健全だろ、そっちの方が。なあ。どうだよ。どうだよ。チコリータがミラクル交換に流れてきた時のモッティのリアクションを考えたら、健全な方向に行った方がいいんじゃないか。だろうよ。あ、スーモだぞ。チコリータの鳴き声のモノマネをするだろう、いつも。俺が。じゃあ、ベイリーブで止めよう。進化しないと、ガチ、積むよね。積むよね、絶対積むよね。進化させよう。今日入学式だったよ。よかったね。よかったね。いや、とりあえず石すべてするしでいい？石すべてするする？ゲットするそれとも。念のために捕まえとく？一応。なんかまあ、解雇縛りとか、死んだらああだこうだとか、ジムリーダー、クリアしたら一匹逃がすとか、そういうの全く考えてないんで。とりあえず捕まえるだけ捕まえとく？とりあえず。メリープってだって気境の先でしょ？とりあえず入れとこうぜ。一応保険レベル2 レベル2ちょっとレベル2弱いからちょっと逃げていい？ちょ、さっさ
メリープの方が汎用性ある？え、じゃあメリープ先に捕まえてから気境ジム行く？ギリ出る？あ、じゃあ分かった。じゃあ行くわ。じゃあメリープ行くわ。メリープギリ行くんだ、出るんだったら、じゃあメリープ行くわ。そうするわ。そうするわ。図鑑コンプはしないです。なぜなら僕は今までポケモン全作品で図鑑をコンプリートしたことが一回もないからです。はい。僕はあの図鑑は、あれなんで、興味ないんで。とか言いつつ、ポケモン GO の方の図鑑は、いよいよあと初代図鑑がミュートケンタスだけになったんで、ちょっと楽しみなんですけど、完成するのが。メリーバーモココで止めるの。なんでみんな途中で止めたいんだよ、全部。パール埋めなかった？埋めてないと思うよ。埋めてないですよ、マジで。サンムーンもウルトラサンムーンも全部埋めてないよ。全然。全く埋めた記憶ない。メタモン出た？何の話？何？メタモンって何？はい、ね。今やってる、あれね、リサーチね。メタモン出た。メタモンは出たし、じゃああのね、図鑑埋まってなかったのベロリンガだったんだよ。で、ベロリンガ2キロ卵から生まれて、つい一昨日ぐらいに。で、埋まって、あとミュウとケンタロス。残りあと。いや、3分あとちょっとよ。あ、3分じゃねえわ。あの、ポケモン GO ね。あ、ちょっとよ。いや、マジ、ベロリンガがマジで出なくて、ずっと。ずーっと出なくて、どこにも会えなかったんだけど、卵から生まれて、普通に道端歩いてた時にさ、孵化したからめっちゃ発狂しちゃって、道端で、うわぁぁぁって言っちゃって。歩いて普通に、あの、向こうから歩いてくる人が何人もいるかで、うわぁとか言っちゃって、すごい白い目で見られた。ガチね。そう、ケンタロスはちなみにあの、アメリカかなんかに行かないとゲットできないやつだから、ゲットできない。いや、発狂するでしょ、そんな。チコリータ生まれたら発狂するでしょ。いや、ケンタロスはね、しゃあないのよ、ケンタロスは。もう、アメリカ行かないとゲットできないから、イベントを待つかアメリカ行くかだから。しゃあない。新社会人になったからポケモン GO は出勤の時しかできない。いや、逆に、それを楽しみに、会社に行けばいいんですよ。そう。いい楽しみができたと思えばいいと思うよ。アメリカ行く？アメリカ行く？そう、ケンタロスのためだけに。ヘラは、アフリカでしょ？あ、違う、アフリカじゃねえわ。え、ヘラって南米か。ヘラ南米ですよ、確か。やばい。他の地方はね、あんま図鑑まだ埋まってないかな。言うほど。よし、じゃあ、ゴロ、短パン小僧、みんな、こいつ、短パン小僧のゴロだから。短パン小僧のゴロだから。これ、有名。世界一有名な一般トレーナー、短パン小僧のゴロ。覚えといてね。これ、あの、知ってるか知らないかで、あの、ポケモンのガチ勢かモグリかわかるから。世界一有名な一般トレーナー、短パン小僧のゴロ。初見です。懐かしいですね。そうですね。いらっしゃいませ。大地の方が有名だけどな。そうだね。そうだね。つい、じゃあ2番目にしようか。確かに。確かにね。そうだね。大地の方が有名になったな。イクエちゃんはだって、あれじゃん、どこにイクエちゃんが出るかわからなくない？割とわかんなくない？あれ？あ、合ってるこれ。あれこれ、ゴローから上行ったいんだっけ？これ間違えた俺の道。あ、すげえ間違えた気がするんだけど。間違えたよね。行き止まりだよね。そうだよね。そうだよね。そうっすよね。いや、大地はあれでしょ。山男の大地でしょ。まあ、大地の方が有名だな、もう今は。そうだな。そっちじいちゃんちだもん。葉っぱかったのが入るか。え、ちなみにさ、ごめん。HGSS って、技の物理特殊とかって、今の感覚でいいんだよね。タイプごとじゃないですよね。タイプごとじゃないよね。もうこの世代は、分かれてるよね。今の感覚で大丈夫だよ。ってことは、じゃあ、葉っぱカッターは物理。アキラ。パカッターどんなもんなんだろう。ダイパの後だからね、そう。入るな、こっちの方が。多分。
チコレイタのモノマネして、チンコチンコチンコ、いや、リクエストに答えただけなんですけど。いや、リクエストに答えただけなんですけど、別に。何ですか、バンって。バンって何ですか、何がアウトなの、ちょっとよくわかんないんですけど、言ってること。可愛くないこのトレーナー、なんか。ツインってやってるんだけど。ここ編集で消すんだろ。いやー別に消す予定全くないですけど。いや、みんなの聞き間違いでしょ、そんな。なんか、チンケイチンケイ書いてるけど。そんなこと言った記憶ないですよ。チコリータのモノマネしただけですよ。銃声音で消せ。バキューバキュー、子供が見てるんだぞ、いい加減にしろ。いや、子供の方が好きでしょ、こういうの。ミキアス。いや、大好きでしょ。あの、大好きなモッティが、チンケイチンケイ言ってくれたっつって、テレビの前で大はしゃぎですよ。あれじゃん、クレヨンしんちゃんがゾウさんゾウさんやってるのと、モッティがチンケイチンケイ言ってるの一緒でしょ。一緒だよ。子供に見せたくない番組第一位。こんばんは、どうもこんばんは。この国終わったな。向こうは最近やってない。え、しんちゃん、ゾウさんやってないの？え、嘘でしょ？え、マジで？え、クレヨンしんちゃんって最近ゾウさん、ゾウさんやらないの？ケツだけ星人は？ブリブリーとかやんないの？嘘？え、やんないの？え、マジ？なんで？なんで？なんで？やれよ。アイデンティティだろ、それ。コンプライアンス違反だから。マジで？あ、これダブルバトル、これ。真ん中1個？あ、全然何もなかった。マジかよ。悲しい。PTA に問い合わせ来たから。そこでノコッチ出る？あ、ノコッチいいな。ノコッチ欲しいな。あ、ケツはやってる？ケツだけ成人はやってる？ケツはいいの？ケツはありなの？ケツだけ成人も我慢するみたいな回あった。うっそだ。あ、残っち 1% か。まあ、出たらって感じ。マジかぁ。えぐ。マジで、嫌な時代になったね。福山雅治の真似しながら、チコリータの真似してください。こんばんは、福山雅治です。今から、チコリータのモノマネをします。チンコ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 。これはバンだわ。これはあれだわ、ゲーフリーとか YouTube とかニコニコじゃなくてアミューズからも怒られるやつだ。これはアミューズに、福山雅治の所属事務所のアミューズに怒られるやつですね、これは。名誉毀損。福石さんに謝って、ちょっと電話番号登録してやるから、登録するから、はいはいはい。福石和恵さん、すいませんでした。これはあれですね、ガチで怒られるやつ。アミューズでかいぞアミューズでかいぞ、やばいぞ。ワコ今来た瞬間、この空気は一体。そのまんまですよ。いやー、まずいですね。ツイッター凍結されてる。マジか。はいや。炎上してる。マジか。44億円。やだな。そうだよ。福山雅治のオールナイトニッポンは、下ネタしか言わないからな。あれだからな。下ネタ9割、木の樹林がアーダコーダの話が1割だからな。福山雅治の
オールナイトニッポンサタデースペシャル魂のラジオも終わっちゃったけど、そう考えると別にさ、間違っちゃいねえん。間違っちゃいねえ。クリームシチュー上田のモノマネで、やらないです。やらないです。やっぱモッティだ、やるな。いつの間にか追い抜かれちゃったよ。よし、モッティにいいものあげる。ほら、バトルレコーダーを。よし。先行くから今度は抜かされないように。マリルおいで。早い。早い。福山雅治の真似しながら解け。いいよ。いいよ、真似しねえよ。くどいわ。よし。これ誰なの？おう。かけらで昨日見。かけらで昨日見。は？ちょっと頭おかしい人だった。頭おかしい人であった。とりあえず、ここまで来まして、で、先に、何？メリープ行く？メリープ行く？メリープ、青いかけらと、あ、青いかけら持ってくと木の実くれる人？え？なんで？なんでそんな安い？王冠もらおうよ、王冠。かけら30個と王冠交換しようぜ。ダメか。先メリープ行くか。メリープどこだ？メリープからのまたつぼみのとこ、ここ？ここ？この時代王冠ねえよ。せやな。ここじゃなかったっけ？ここ、あ、32だよね。そうだよね。とりあえず、皆さん、メリープが欲しいってことなんで。あ、それともなんか、あ、ウッパー出たよ。ウッパー出たよ、みんな。ウッパー取ろうぜ、ウッパー。ウッパー取ろうよ。ウッパー取ろうよ、急所。ね。ウッパーと、あれでしょ。ウッパーとメリープ。水枠はマリルリだからダメ。じゃあマリルリもゲットするから。マリルリもちゃんとゲットするからさ。ちょっと投げようぜ、とりあえず。いや、やるから。だから、そこら辺は、毎回みんなアンケート取ってくから。誰残す、誰残さないみたいな。そう、地面枠、地面枠。そう、ウッパー地面枠だから、そう。安心してマリルリ派も。はい。ウッパーゲットだぜ！ピピカチュー！地面枠は二度キングだから。ウッパー、水をポケモン。地上を歩くとき、地上を歩き回るときは、ぬるぬるした毒の粘膜で体の表面を覆っている。毒状態でパキュンパキュン言っている。ニックネームアンカー。あ、ちょうどじゃあ、アリーナ1万。あと150ぐらい。ちょっと遠いですけど。まあ、打つ時間とかもあると思うんで、スマホとかだと。いや、コメント1万。こいつ点ね。湿り気じゃないの？通常特性どうだったっけ？まあ、覚えてないな。なんか天然のイメージしかないね。ウパーってか、ヌオーね。1万ドン！めっちゃ今日コメント多いね。すげえな。1万。はい、大勢。大勢。はい。まあ、今から見た人は、シャランキューか何かと勘違いするでしょうね。大勢でした。はい。誰だよ？大勢は大勢だろ。優雅じゃなくて大勢になりました。あ、またつぼみ。またつぼみはまあいらんわな。ちょっとまたつぼみは逃げるわ。ちなみに夜のメリープ 10%。ちょっと粘りますか、じゃあ。10% ぐらいだったら、出るでしょ。それなりに。ちょっとウッパーをそこそこ倒しながら、やっぱ夜は確率低いんだ。まあでも夜しかできないからな。言うて。まあ夜や、ゆったりまったり。まあ大体平日の夜とか、8時半から9時ぐらいからなんとなく始まって、まあ、なんとなくやるんで。あ、光合成？光合成欲しいわ。光合成か。いや、光合成いらんか。光合成いらんか。夜だし。光合成いらんわ。いらん。へっちゅん！いや、多分鳴き声の方がいい。あ、メリープ出たよ。早。あ、しかもメスじゃん。やった。早。ちょ、出たんだが。そんなこと言ってたら。やっぱり、メリープ強えな。
もうワン体あたり、いや、毒だな、これは。毒らせて、HP じわじわ削りながら、ボール投げて終わりだな。OK。よし。メサ言うの。で、モンボ投げたらいいでしょ？で、黄色ゲージになって、モンボ投げて、はい。陰キャ戦法。毒撒いただけでなんで陰キャ戦法なんだよ。OK。メディープ、ゲットだせ！ピピカチュー！ちょっと鼻かみて、めっちゃ花粉症で鼻がかみたい。メリープ、綿毛ポケモン。体毛はどんどん伸びる。夏になると全部抜け落ちるが、一週間で元通りになる。なので、刈り取って、その毛を売り払って、大金持ちになる。ニックネームアンカー、立ち見行く？立ち見それなりに行くからさ、一回ぐらいアンカー取ってあげようよって思うんだけど、どう思う？アリーナ。それなりにいるぞ。でも、アリーナの方が圧倒的に多いけど。どうする？どうする？どうする？立ち見譲ってあげる？譲ってあげる？一回だけ、一回だけ。まあ、今日の一回だけのコーナー。じゃ、一回譲ってあげて、クソみたいなニックネームになったら、あ、アリーナ登録者。そうしよう。じゃあ、はい、アリーナ今850だから、888。じゃあ、はい。で、ちょっと鼻かみますね。888。これみたいです。どうすか、アリーナさん。これでいいすか？このニックネームでいいですか？いいですか？ソウル。ソウルだって。あ、なんか、ハテナだらけなんですけど。ありえない。ありえない。ダメ。理性。ダメ。赤。もう一回臭いよ。あ、ダメみたいです。はい。アリーナの許しが出なかった。じゃあアリーナに聞こう。じゃあ、ソウルよりいいのつけろよ、アリーナ。じゃあ、アリーナに今行くわ。アリーナ今、1万900番ぐらいだから、1万、なんか、めんどくさくなくていい。1万1000でじゃあ、はい。ちょっと、100あるけど、ちょっと頑張って。ちょ、アリーナ、そんなソウルとか言ってダメとか、ソウルシルバーのソウルだでしょ、だってつけてくれたの。それがダメとか言うんだったら、つけなきゃダメよ、じゃあ、いいの。はい。1万1000ドンどっち、ポリゴンです。はい、これはアンケですね。どっちもクソだと思うんですけど、どう思います？僕の感覚だとどっちもクソだと思うんですけど、ソウルとポリゴン。はい、じゃあ好きな方選べ。はい、どうぞアンケ。もう好きな方選んで、はい、どうぞ。ソウルかポリゴンか選んでください、お好きな方。どっちもクソ。どっちもクソ。どっちもクソです。はい。どっちもクソだけど、どちらがクソの中でマシなのかを選んでください。はい、いきまーす。3、2、1。はい、ドン。あ、まだポリゴンの方がマシみたいですね。はい。じゃあ、ポリゴンになります。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今夜、ミラクル交換生放送ありますよ。と言っても、まあ、もう順伝とか特に配るものないので、今日は普通のミラクル交換やりますけどね。よかったら見に来てください。あと今日から HGSS のアーカイブ動画も順次上げていきますので、そちらも見てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。